タコトリ T、 タコトリさんも上がってきましたね。上がってきましたね。まあ、延滞が、はい、謎の DQ と、まあ、今日延滞ちょっと ディナーがそうですね、8時半から俺はディナーがあるとここまでは待てねえっていうことで、はい、いうことで、まあ、まさかのルーザーズクォーターファイナルで DQ、 スマパ史上でも相当珍しい あったんですかね、珍しいタイミングでの DQ ですがない。オムナオさんが後ろで笑いながら、あってたまるかディナー DQ ですね。まあ明らかに陽キャなんで彼はディナーとスマブラはまあ確実にディナーっていうのもちょっと怪しいですけどね。あ、なんかこう隠語的な、なるほどなるほど、隠語的ディナーの可能性はこれはなきにしもあらず、延滞に関して言うと陽キャ、すぐ渋谷のクラブに行くんで結構ツイッターもちゃんと見てますね。ディナーかっこ意味深っていう、あ、そう陽キャに恨みがもしかしていや、ないですけど。タラコトリさん、じゃなきゃディナーごときさすがに終わってから行きますねとは思うんですけどね。まあまあまあ、大事な会食だと信じましょう。大事な会食、そうですね、はいはい、業界人との大事な会食があったと、そういうことにしておきましょう。そういうことにしておきましょう本人の名誉のために、はい、はい、で行きましょう。タラコトリバス、T フォックスですね。さあ、このカードは、スマホから結構タラコトリさんが対フォックスは得意にしてて、はいはい、まあ、僕も何回か負けたことがあるんですけど、はいはい、うん、やっぱりね、フォックスみたいな素直な差し合いするキャラだと、結構タラコトリさん、タラコトリさんマックね、すごいスマブラがうまいっていう感じのマックなんで、なるほど。そう、あとはね、やっぱフォックスだと、前作だと空前踏みつきみたいな復帰措置があったんですけど、はい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 、今作は踏みまで行くの難しいし、多分 T 君もそこまでまだできないと思うんで、はい、要はマックの弱点である復帰措置っていうのが、まあ、なかなか疲れづらいですよね。なるほどあの地上最強のマックが、まあ、あの単純にこう素直に地上戦をやらせてもらえるっていうような傾向にあるカードなんで、タラコトリさんとしては結構やりやすいというか、そういう印象を持ってるのかなと思います。危ない、ビジョンに下スマ合わせようとして DA 取って、やはり手数取ってたのは T フォックスな気はするんですけど、こうやって見ると、まあ、2,3 回通せばもうこの通りと。そうですね。で、まあフォックス側としてはポイントはやっぱ1回浮かせた後の着地狩りですよね、はい、ここが圧倒的有利な展開なんで。おっと、 KO を打ってましたね。見えましたね今、クエンで追いやって、ただやっぱ戻ってきますね、はい、93、70で上に浮かしてからはやっぱ空上が基本的な2円なメインなタクなんですけど、はいはいはい、おっと、うまい。このガーキャノミスもさっきからこう逃さないですね。逃さないですね、完璧ですね、うん、まあ、リンクつ、まあ、結構 T 君のそもそもリンク自体がああいうそのここっていうとこ逃さないイメージがあるんで、はいはいはい、フォックスでも発揮されてる感じしますね。決めに来た、ジョルトで今決めに来ましたね。そうですね、まあ、おっと、このスマッシュのアーマーがやっぱこのパーセント、フォックス側としては怖いですね。怖いですね。さあ、ガーキャン、ウェビ、これは激つい。このね、ダッシュ A とか、はい、そういう細かい反撃は、まあ、この人逃さないんですよね。なるほど。まあ、マック側としてもこのパーセンテージだったらまだ外してもっていうところもあるし。そうですね。さあ、このカウンターが、はい、まあ、唯一あのこのフォックスの空上とか着地側に対してやることが あるっていうのが、まあ、このカウンターですね、はいはいはい、相当リスクあるんですけど、フォックス側からするとちょっとおっと、うまい回避上がりを、うまいですね。さっきからこれやってるんですけど、まあ、空上の置いといて、うん、裏の回避を見る、まあ、フォックス結構あるあるだと思うんですけど。そうですね、あの、まあ、結構見てからだったと思うんですけど、はいはい、そのためにあの回避を誘うために空上の置いてここだっていうタイミングまで結構分かってた感じがしますね。多分じゃないとなかなかあれ反応できないんで。いつからこれ練習してるんですかね、フォックス。結構完成度高い。そうですね、結構こうここまで圧倒するとは思わなかったですね。さあ、まあこれはカス当て的な感じですね、はい、まあ、フォックスとしては今まで死ななければおのじと。そうですね、この復帰はちょっと怖いが、うん、今の借りたかったですね。ただこれ KO 溜まってるんで、このパーセントで、ストック撃墜すると、まあ、その後は結構面白いかなと。なるほど、クエヌカス当てだと、倒れ吹っ飛びにならなくて KO アット解除。さあ、ただ下スマが届かなかったですね、はい、今の下スマ当たったら多分撃墜だったんですけど、なるほど、ちょっと届かなかったんでしっかり反撃をと。
まあ、つなぎましたね、そうですね、マック側が。これ多分システ攻撃ですかね、多分動き的に。なるほど、うん、なんかちょっと上スマが出しづらそうだけど強攻撃はなんか、まあ、ちょっと分かんないですけど、はい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 、ボタンみたいんでなんかそんな感じ見えますね。お、うまい、お互い逃さないですね、逃さないですね、ストック取れるところは確実に取ってくると見てから、こんなまあなんだろう、お互いに逃さないような試合になるんですね。もっとマック側が当ててどっかでぶっ壊れてっていうのかと思ったら結構堅実にお互いにいった感じですね。そうですね、結構フォックス側としては理想的な動きになってるかなと思います。なるほど、はい、まあ、ただお互いワンストックずつまで削り合ったのでここからどうなっていくか、まあ、リトルマック戦だとやっぱり試合によって結構展開が大きく変わるっていうのはまあ、あるんで、横強 DA は裏側に行っているので掴めず、ジャブで暴れて通過して中央無尽に走りますね。マックの方が上から重ねて横強クエヌで押さえて、さあこの崖ちょっと苦労してますね。あの多分クエヌの振り方でいうとリンクと同じなんでしょうね。ああなるほど、うん、やってることを崖でリンクがやってるのと確かに同じですね。そうそうそう、クエヌの性能もほぼほぼ似てるんで、うまいカウンターですね。今の今の外出た時点で多分あれしかやることなかったんで、なるほど、しっかりそれを見てって感じですね。お互いにちょっと怖いパーセンテージですかこれは。そうですね、横強でも多分フォックスだともう撃墜しちゃうんで、はいはいはい、横強とあとスマッシュはまあ当然なんですけど、フォックス側が当てたいのはやはり大本命クエヌなんですけど、まあ、空母とかでもそろそろ良さげな。なるほど、空母であの相手が移動回避とかを使わざるを得ない状況にさせると、はい、その後でクエヌを確定でこう外に出しながら出ながら当てるみたいな結構できそうですね。なるほどなるほど、ただ先にストックを取ったのはタラコ取りマック丁寧ですね。とそうですね、この崖、うん、なんかこれリンクの読み合いと多分一緒かな。あ、なるほどなるほど、うん、あんまりあれやるフォックスっていないんですよね。あの、はいはいはい、クーエヌを置くときってターン継続をしたいときなんで、はいはい、割と撃墜したいときってあれフォックスが後ろ向きがちなんですよね、ああいうときって。なるほどなるほど、なんで前を向いてクエヌを打ちながら回避には上スマを刺すっていう撃墜策を通しに行くっていうのは結構珍しいと思うんですよね。なるほどなるほど、タイプとしてそこも多分ちょっとタラコトリさんからするとてかさっきから珍しさが刺さってるっていうのもあるかもしれないですね。僕はフォックスにない部分が、そうですね、これはしっかり回避見てますね。あれ多分下強から即ジョルトとかと対の択になってたかなっていう、完全に択っぽかったですね。ジャク暴れて、お互いにジャクで暴れましたね。今一発ずつ殴り合って固くフォックスの方が立ち回れるのか。さあ KO もたまって、これも完璧な、あ怖いぞ。うん、さあこれが確定しないのが今作ですかね。前作だと多分確定してたと思うんですけど、はいはい、さあ地上でのスマッシュ着地割りが上手、クエヌの壁、これ強いっすね。クエヌの壁、ジョルトで5位に戻ってくる。やっと地に足がつきましたね。さあ今度は逆に崖、まあ、だいぶ落ち着けるはしないだろうけどマックとしては結構もうあと決めるだけっていう感じのパーセントなんで、そうですね、まあ、と同じでしたね。なんか恐怖を感じますね、やっぱり下強当たると、まあ、あれ回避読みで一旦引いて回避しなくてもライン取ってて、はいはいはい、まあ崖つかまりからまた読み合い始まるか着地狩りもう一回その読み負けた後も展開維持できるっていう結構理想的な、はい、展開なんで、もう当てた時点で、そうですね、状況がいい、そう回避しなかったとしても、はい、その後もまだあるっていう、逆にそれが嫌なんでこうちょっと甘えたような回避着地をに頼りたくなるっていう心理はあると思いますね。なるほどなるほど、T選手としては、まあ、相手が外に出てきて追撃ジョルトとかで来てくれれば回避で内側潜り込めて、うん、逆の状況になるという、ね、そうですね、はい、
さて、そうタラコトリさんはね、はい、こうあんまり見た目そこまでこうがっつり気使ってる感じないんですけど、すごいかっこいいんですよね、顔は。かっこいいですよね、タラコトリさん。そう、それ思うんですよね。よく言われます、それ。でね、ステージ戻ってきましたね。さあ、3戦目マック。マックじゃない、ポケスタ2。ポケスタ2ですね、1戦目と同じですね。床と同じ色してますね。ちょっと見づらい。そう、ハイライトのちょっと付け方が違うぐらいですね。もうタラクトリさん、台上にいる相手にもちょくちょくやちゃんと空中攻撃で圧かけるというか、ちょっかい出すっていうんですか、はい、偉いですね。さあ、おっと、どうちょっとこれどうすんだろう、ここで使うのか。80にはどうなんですかね。うん、外すと結構な、まあでも 67だったら、はい、まあまあそうですね、あんま使わないか。まあそこまでリスクを犯す必要もない。うん、さあこれは上島確定ですね。これよく反応できたな。まあフォックス使いからしたら、はい、もう今の DA 重ねてか空位の時点で DA 重ねて上島って展開見えたんですけど、はいはいはい、それをこの短時間というかそんなにこう使ってない中であの判断できるのすごいなと思いました。なんか熟練度すごい高いですよね。高いですね。さてただジョルトで返して 61% が背負わされて、そうですね、マック使いはね、はい、高学歴多いんですよ。東大京大でマック使いめちゃくちゃ多いですよ。そうなんですか、はい、東大で2人ぐらいいて京大も1人いて、なんですかそれ、引き寄せられてるのか理論値的に言ってるのか。そうだからやっぱり格ゲーマー、その普段の実生活の実生活とあの格闘ゲーマーのプレイスタイル乖離する説、はい、なるほどなるほど。おっとそんなこと言ってる間に高学歴 KO パンチが決まっていく。高学歴 KO パンチ、ちょっと面白いですねそれ。さあ、まあ、ジャンプ上がり、ジャンプ上がりが増えてきましたね、はい、ダウン展開下強横強からフォックスにしとしてはすごい嫌ですかね。こうなるとそうですね、なんか一番嫌なパーセントかもしれないですね、はいはい、クーエヌウエスマが多分ちょっとつながりづらくなるパーセントになってきたんで、まあ素当てって感じですね。本当にバリエーション豊かですね、撃墜方法座ってもちゃんとあると。こうなるとうーん、ターン継続すればって感じだけど、やっぱあーうまいとギリギリギリ。さあこのギリギリのところ生き残ったっていうのを生かしたいですね。さあこれターン継続ちょっとできなかった。あ、ただ繋げる回避、うん、どうにかしてターン取りたいですね一回。そうただね、このバーストされないようにしながらターン継続するのフォックスむずいっすよね。ちょっとどっか1個でも間違えば、そうなんですよね。でハバーン、この一発当てるのがタラコトリさんすげえうまいんですよ昔から。はいですね、ここぞというスマッシュでしたね今。そうですね、勝ったのはタラコトリマックと